たとえ成功の可能性が低くても、たとえ他人が無理だって言っても、強く望み、念じて、そして自分でイメージすることができたものは、それにかなり近い形で実現する。安藤信。危険を避けておっさんみたいな考え方にはなるなよな。悪魔。いいじゃんいいじゃん。それってめっちゃ褒め言葉だよ。いい人より強いやつだろ。悪魔、上等じゃん。よくやった。レースは残念だったけどさ、あそこで引いたらみんなに、こいつはプレッシャーかければ引くやつって思われちゃうよ。そしたらまたやられる。残り17レースもあるんだから。ライバルたちに、こいつ危ねえって思われて大正解だって。鈴木も何？レースは、中華レースに限らず人生全部や。もうおしまいや思ったやつから、本当に終わっていくんやで。源直美。早くても F1 へ行けなかったドライバーは大勢いた。でも、ずば抜けて早くて F1 に乗れなかったものは、一人も。ただの一人もいない。カペタ。今日は、今まで僕を支えてくださったスポンサーの方々もたくさんいらしています。正直、活動資金を出していただく代わりに、車のボディに会社のロゴを描いても、金額に見合った広告効果があるとは思えません。僕はずっとそう感じてきました。それでも、僕は皆さんに対して思います。あなたが信じたドライバーが勝つ。ということは、あなたの判断が、あなたの一部が、あなたの人生が勝ったということです。僕にやらせて、あなたが人生に勝った。スポンサードをもらった僕にできることは、あなたの代わりに勝ってくることだと思うんです。